すっげーいい絵描くぞ。すっげーでけーいいねされる。すっげー再生されるって。本当？なら頑張る。僕は元3歳児の天才画家。今リクエストの初めて炭酸水飲んだカエルを描いてるんだけど、みんなは炭酸水飲んだことある？あれ全然甘くねえの。ただ食事の時はそれがいいんだわ。今アトリエがいくつかあるんだけど、名古屋温泉にあるアトリエは万象の湯にあるホールを使ったアトリエで、大量の100号作品とアトリエを自由にご覧いただけます。その横には炭酸水ならぬ炭酸泉に入れる温泉施設があり、ぬるいのに体が熱くなるからおすすめ。永遠に入ってられる。大分県竹田市長湯温泉にお越しの際はぜひ北村直人ギャラリーへと万象の湯にも遊びに来てちょ。そんな貴重な炭酸泉も万象の湯はかけ流しなんで、初めて炭酸水を飲んだカエルは案外近くにいるかもです。